ちゃん、帰っただか。ごはんちゃん、帰っただか。やっと落ち着いて勉強してくれるだか。じゃあその不良みてえな格好ももうやめてけれ。わかったよ。うちではやめとくから。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。人前ではやめてけれ。修行の時だけにするよ。そうか、僕もいつか学校に行くんだな。孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから、町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体？あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。ここに遅れちゃうよ。急がなきゃ。ちょくちょく悪者が出てくるなんてしょうがないな。はーい、編入してきたご飯くんだっけ。あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ、ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え？ミスターサタン？ほら、驚いた。
そうだ、あなた今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない？どうだったかな。金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でもどうして銀行強盗なんか気にしてるんです？ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた、金色の戦士と背格好がそっくりね。正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談してみようかな。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。このあとベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗っしまうようなやつかすぐにわかるさ。もっとも俺の球を打てやしないだろうがな。適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから。難しいな、世の中って。俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。お前、俺の弾を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。こんにちは、ブルマさん。
ちょっと相談があるんですが。あら、ごはんくん、相談って何？正体がバレないように完全な変身をね。はい、何かいい方法ありませんか？あるわよ、私天才だもん。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ、少し時間がかかるから待ってて。すいません、どうもありがとうございます。トランクスくんはどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。重力室か、どこだったかな。へえ、これは特別美味しそうだな。いいもの見つけちゃった。ごはんさん、いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？うん、パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。は、はい。そういえばトランクスくんに修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクスくん、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。ちょうどいいところに来たわね。完成したわよ。いいな、僕にも作ってよ。うわあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕やっぱりいらない。じゃあ、学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん、行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は悟天。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。ついでにパトロールをしていこうかな。どうじゃ、
ぱり飛んでいくと楽だな。ことなさそうだな。街は平和かな？ん？なんだ？また強盗か？まだやる気なの？当たり前だ！ここからが本番だぞ！驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ。まだやるんでしょ。くそ。ちっ。なんだてめえは。私は。悪は絶対許せない。正義の味方。グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる。やっぱり。こんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう。蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだねあんた。で、正体は秘密なわけ。ええ、まあそうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの。そうなんですよ。だから早く行かないと。やっぱり。え？やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。しまった。なんでわかったのですか。こんな完璧な変装してるのに。声よ。それと喋り方。私の名前も知ってたし。そんな。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから。あの、このことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。え、天下一武道会。
知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え？そんなの。いいじゃないの、グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました。出場しますよ。やったー、決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方、私に教えてよね。あんただけ飛べるってのはずるいわ。あ、いいですよ。それじゃ、私は先に教室に行くわね。しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。それに、天下一武道会、どうしよう。学校が終わったら、ブルマさんに相談してみよう。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし、ブルマさんのところ行ってみるか。これはすごいぞ、力が湧いてくる。大したことなさそうだな。
力が出ないぞ。これでよし。あれ？
ふん。おのれ、はあ、なんだと。くえ、ひょひょひょ。ふう、うん、おいおい、お肉だ。大したことなさそうだな。これくらいならよし。父さんがいない今、僕がこの家を守っていかないとな。ねえ、ダメだ。うわわ。なしてだ。よし。
よし。よし、うまくいったぞ。お、珍しい魚だぞ。よし。よし、うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。よし。うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。よし。うまくいったぞ。おい、よし。よし、うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。よし。よし、うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。よし。うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。よし。うまくいったぞ。
やったー、いい魚が釣れたぞ。よし、よし、うまくいったぞ。やったー、いい魚が。よし、よし、うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。よし、うまくいったぞ。やったー、いい魚が釣れたぞ。よし、うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。よし、うまくいったぞ。やったー、いい魚が釣れたぞ。よし、
し、うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。よし、勘を取り戻すかな。思っていたほどじゃなかったな。すごい、高級店で売ってるみたいなお肉だ。それ、よっ、大したことなさそうだな。ことなさそうだな。んだ？
はあ、うん、しょうがねえな。んだ？こんにちは。ねえ。うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。
したことなさそうだな。よかろ。またな。よかろ。またな。よかろ。またな。なんじゃ？なんじゃ？よし、そろそろだな。ブルマさんいるかな。よし。へへへ、僕ってラッキーかも。あれ、あの人は確かランチさんだ。なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか。あなたは。あ、僕ですよ。ご飯です。え、ご飯さんなんですか。どうしてまたそんな格好を。いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところでランチさんはここで何を。あ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考えていたところなんです。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。でもいいんですか。ええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方、グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ、頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え？実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、
その畑から化け物が出てきて畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね。はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました、すぐに向かいます。ランチさんは危ないからここで待っててください。そうですね、私はここで。それじゃ行ってきます。アクション。天心庵さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。天心庵さん、そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。よし、勘を取り戻すかな。思っていたほどじゃなかったな。よし、よし。うわあ、くぐってみようかな。大したことなさそうだな。大したことなさそうだな。お腹が空いてきたな。化け物がまた来たぞ。助けて。化け物め、どこだ。ギャギャ。奴は確か土に植えた種から出てくる化け物だ。間違いない。ギャギャ。よくも村を襲ってくれたな、化け物ども。ギャギャ。悪は絶対許せない。正義の味方、グレートサイヤマン参上。決まった。行け。行くぞ。正義の力を受けてみろ。ここはお前らのいていい場所じゃない。エラよくも村を、天心庵さんの畑を荒らしたな。よし、これで全部倒したな。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。はっはっは、当然のことをしたまでですよ。化け物はどこだ。ランチさん、化け物なら僕が全部やっつけちゃいましたけど。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。へっしゅ。ち、しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。
僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。あ、そういえばあの化け物を倒した時、野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。アクション。あら、ここはどこかしら。ランチさん。まあ、美味しそうなお野菜ですわね。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ご飯さんも手伝ってもらえますか。ええ、もちろんです。あと、僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやー、あんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店、素敵かもしれませんね。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。ええ、いろいろとありがとうございました、グレートサイヤマンさん。そろそろブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。いらっしゃい。ママに用事。そうなんだ。ブルマさんいるかな。うん、いるよ。入って入って。へえ、出場するんだ、今度の天下一武道会。なんで。実はクラスメイトにミスターサタンの娘さんがいまして。ミスターサタン。ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ。格闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメイトなんだ。え、でも結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプで。でもその子に僕の変身がバレちゃったんです、恋とかで。で、一緒に天下一武道会に出場しないと正体をバラすって言われて。ドジね。そういうとこしっかりしてるようでもお父さんの血を受け継いでんのね。で、何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いえ、そうじゃなくて、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけてちゃダメらしいんですよ。だからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いまして。ふんふん、要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。なってことないじゃない。ご飯くんだってバレなきゃいいんでしょ。お、
なるほど、こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクス君、かっこいいだろう。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え？あの時は大きな力の差があった。だが今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒、サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとコハンさんが戦うの。俺も出るぞ。お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット、そうだ、久しぶりだな、みんな。今あの世から海王様として話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたか、お父さん。あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に、本当に天下一武道会に来られるんですか。うん、占いババに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出んだろ。オラも出るさ。やったー。誰、バタイ。楽しみにしているぞ。覚悟しておけ、俺は随分腕を上げた。オラもだ、ベジータ。じゃあなみんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわね、ごはんくん。早くお母さんやゴテンくんやクリリンくんたちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕、みんなに教えてきます。いいもの見つけちゃった。へえ、これは特別美味しそうだな。さあトレーニングを始めましょうか。ブルマさんいるかな。やあ、こんにちは。ねえ、
大きいな、西の都は。したことなさそうだな。Yeah.
大したことなさそうだな。ちょっと。ダメダメ。いいえ、グレートサイヤマンだ。はあ、いいよ。ありがとう。いえ。はーい。ねえ。はーい。ねえ。え。そうよ。はあ。いえ、その。頑張って。よし、やってみようか。気を緩めないようにしないと。おっと、油断大敵。
気を緩めないようにしないと。うはっはー、気を緩めないようにしないと。うはっはー、気を緩めないようにしないと。うはっはー、岩の連続アーチがあるぞ。気を緩めないようにしないと。うはっはー、気を緩めないようにしないと。おし、いい感じだな。よいしょ。ふはは。え？そうよ。ねえ。え？ねえ。はあ。お腹が空いてきたな。よっ。はあ。ねえ、ねえ、よう、はーい、うん、なに？あの、ええ、まあ。いいぜ。え？いいわよ。一発も撃たせやしないぜ。女。うん。ねえ。いえ。ねえ、はい、ねえ、いえ、ちょっと、その、なんなのよ。どうなの？
うん。違うわ。何なのよ。覗いていこうかな。いいもの見つけちゃった。これは特別美味しそうだな。いいもの見つけちゃった。いいもの見つけちゃった。したことなさそうだな。これでよし。
うん、すまんなあ。うん、いやいや、あ、へ、ありがとう。ふん、あ、あ、わかった、ありがとう。いえ、うん、はい。これは特別美味しそうだな。
スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人まずはクリリンさんのところだな。カメハウスにいるといいけど。悟空も？本当かよ。悟空とはまた久しぶりじゃの。天下一武道会か。俺も出ようかな。でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶対優勝できないしな。出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだ？優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で100万ゼニーかな。出場しろクリリン。私も出る。そうだな。そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。わーい、パパママ頑張ってね。よーし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、ピッ
袋には教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ。何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあ、じゃあな。クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと。神様の神殿へ急ごう。